皆さんこんにちは。マーケット公開図を読み解く実践編をお送りします。基本編をもとに、はい、より実践的な内容 でね、ウエストビレッジインベストメントの岩本裕介さんに引き続き解説していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速内容の方に入っていこうと思います。はい、基本編で学んだ内容なんですけど、2つ用語が出てきました。何でしたでしょうか？ POC、はい、とバリューエリア。はいはい、POC は POC は出来高が一番大きかった価格、はい、そうです、はい、それが意識されるということになるんですね。で、 POC の基本的な使い方は、サポートレジスタンスという使い方があるので、まずそこから説明をしていこうと思います。で、もう一つだけですね、非常に重要な用語があるので、これもぜひ押さえてください。じゃあ説明は後にしまして、これですね、9月の3日6日7日と8日9日2021年です。で、この日経225の先物のミニの30分足を使っています。で、こういう状態で非常に上昇が大きかったのが9月の3日、はい、で、この時の POC は 29,165 円でした、はい、このラインですね。で、次の日9月の6日、ここですね。で、次の日の9月の6日も上昇しました、はい、で、この時のですね、POC は 29,420 円でした。で、9月の7日同じですね。この日はややフラット気味ですけれども、 POC は 29,720 円でした、という形で推移してきたんですが、見ていただくと、この日はこの日の形成された9月の3日に形成された 29,165 円というのが、この6日7日8日9日っていう価格の推移の中で、まだ POC の中に価格がヒットしてないじゃないですか、はい、このような価格がタッチしてない、ヒットしてない POC のことを、ネイキッド、裸の POC と呼んだりします。なので、これもですね、非常に重要なので、ぜひこのネイキッド POC という言葉は押さえておいてください。まだ価格はタッチしてない POC で、これは将来的にも意識される重要なラインなので、非常に重要なサポートレジスタンスになるライン。ではちょっと見ていきますね。どういう形になっているか。9月の3日の POC が繰り返しになりますが、 29,165 円で、ここは 29,420 円で、9月の7日見るとここに向かってきてるんですよね、はい、これ 29,425 円なんですけど、私はこの日ちょっと見てて、ここをタッチしてそこから上げてくるかなと思ったんですけど、こういう時もあるんですよね。わずか5円、本当に一瞬タッチしないで、はい、そのまま反発、このラインを サポートラインとして反発しているということが分かります。タッチしてないんですね。そうです、これはだからまだこれ生き残って伸びてるんです。あ、そうなんですね。タッチしちゃってるやつはもう伸びていかないんですね。あ、本当ですね、はい、タッチしてないネイキッドの POC だけはどん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 伸びているという形になります。で、これあれなんですよ、マルチチャート使うと勝手にタッチしたら消える。そうなんですね。そうなんですよ。なので、まだ生き残ってるやつはこのようにまだネイキッド POC として存在します。で、この時点では2箇所意識される部分があるということですね。で、まあ多分ね、触れないように誰かが守ってると思うんですけど、なぜかというとですね、ここで買ってる人たちはロスカットどこに置くかっていうと、この POC の下に置いたりとかするんですよ。そうすると、ここ突き破ってくると、買ってる人たちはロスカットに引っかかっちゃうんですよ。なるほど。で、これはあくまでも推測ですけれども、この辺で買ってる人たちが守った可能性もありますよね。あ、できるだけ割らないように、はい、割らないように、はい、ここで買いを入れて守った可能性はあるかなと思ってるんですけど、はい、まあ、これは本当はどうだったかは分かんないですよ、うん、で、この日 29,425 円を安値にして上がりました、はい、で、次の日見ていただきたいんですけど、 29,720 円で終わってるじゃないですか、はい、でこれが1日のスタートなんですよ。ちょっと見づらいと思うんですけど、ね、あ、この POC の部分が1日のスタートになったこの日朝ですね、はい、で見ると非常に小さくて申し訳ないんですけど、1回これ陽線になってる、黒が陰線で白は陽線です。で、そうすると一回寄りついた後に見づらいんですけど、ヒゲがここにできていて、で、ここから上げてきてるじゃないですか、はい、ということはここで寄って、つまり 29,720 円よりも上で寄って、で、下に一回振ってきて、で、それをサポートにして上げてるって考えられるんですよ。あ、戻ってきたっていう感じですかね。そうですね。なので 29,720 円というものを一応サポートにして、この日はPOC にタッチした後に上げてきてると、はい、うん、だからこれをサポートラインとして一応機能してたって僕らは考えます。ぴったりで止まってくればいいんですけど、ぴったりで止まらない、だいたいこのようにオーバーシュートって言うんですけど、はい、少し行き過ぎになったりとかするっていうのはよくあることで、これはもうこれで、あ、この POC 潰してきたなっていう見方を我々はしたりします。あ、そうなんですね、はい、で、次 29,850 円です。この辺もよく見ていただくとですね、次の日ここで始まってます。1日が前日の POC よりも低く、そうですね、下で始まる、はい、29,850 円よりもちょっと下で始まって、で、上げてきてるじゃないですか。で、
このラインがやっぱり効いてるんですよね。ここで売り物が出てきて結局上げきれずに下げるっていう形の動きなんですよ。なのでこの日っていうのは 29,850 円というこのラインはこの9月の9日のこの最初の価格にとっては抵抗線になってしまったというイメージで捉えます。でこれもぴったり 29,850 円で止まってなくて少しオーバーシュートしてるんですよね、この辺で。なので使い方としてはこういうふうにタッチしてきた時にぴったり止まらずにややオーバーシュートして、でその後はまた変わったりとかするんですけど、レジスタンスあるいはサポートとしてこの POC は使われたりします。じゃあサポートレジスタンスとしての POC の使い方というのは一応これぐらいにしておきまして、あとじゃあ次の使い方なんですけど、トレンドを把握する。トレンドも分かっちゃうんですか？そうですね、上昇トレンドとか下落トレンドっていうものをこの POC を使って把握していこうという考え方があります。でこれはですね、ユーロドルの60分足でユーロドルの POC がこのようにネイキッド POC ができてます。この日もネイキッド POC ができてます、でこの日もネイキッド POC ができてます、このように見ていただくと日にちが変わるごとに、これ実は週間ベースの POC なんですけども、POC がどん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 切り上がってるっていうことが分かると思うんですよ。これは投資家の総意というものがどん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 上がってるということはトレンドが発生してる、どん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 その上がってってる価格を許容してることになります、投資家は。なのでこの上昇トレンドというものが発生しているというものを見るときに POC の切り上がりみたいのをアップトレンドとして見ることがあります。で今の状態というものはじゃあこの上昇トレンドの中の下落ですから、これをじゃあ押し目として考えて、じゃあどこで買おうかって話になってくる。なので一つの使い方としてはトレンドの把握として POC を使うと。でその条件としては POC の切り上がりで、下落のトレンドの方は POC の切り下がりをトレンドの把握発生として捉えてやろうというものがこの POC の使い方の2つ目なんです。で実は次がトレンドがない状態、 POC の使い方、トレンドレスって書きましたけども、これもトレンドの把握になります。でさっきのユーロドルはどん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  POC が切り上がっていって上昇トレンドが発生してましたけれども、このドル円を見ていただくとここで POC が発生していて、次がここで下がってきてますけど、次は上がってまた下がってみたいな形で入れくり状態になってるじゃん、こういう時というのは明確なトレンドが発生していないというふうに考えます。したがってこういうトレンドレスの状態の時というのは POC の切り上げとか POC の切り下げが起きずに、こういう入りくり状態になっているようなケースの時には比較的マーケットのトレンドが出てないといった把握の仕方をするというのが使い方になりますね、でこういう時というのはこのPOC の間を高値にしたり POC の安値をサポートにしたりして、こういう上下にブレるケースというものがあるんですけども、こういったところのトレンドがじゃああるないっていうものを把握するときにこの POC の水準というか動きを見て、アップトレンドなのか下落トレンドなのか、それともトレンド発生してないのかなんていうことを見ながら自分のトレンドを考えていくなんてこともできます。これは今トレンドがない状態っていう、さっきのユーロドルみたいな形のトレンドが切り上がってるような状態のときにはこれは一応上がってる上昇トレンドだと把握する。でこれがもし押してきてどん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 この POC を割ってきてしまうような状態になってくると、このアップトレンドが今度崩れてくるっていう流れなんですね。その例えばこれから下がってくるとしたら意識されるのはやはりこの POC の値ということですね。なのでここで言うと 1.17975 というのが今度のサポートになる可能性が高いと、なのでここまで押してきたら我々は何を考えるかというと、じゃあこれが買えるかどうかというのを考えますね、でもしそこで買ったとするじゃないですか、でもし割ってきてしまうとまた今度出来高の少ない地帯に入ってきてしまうので、今度はここが目標になるんですよね、でここまで下がってしまう可能性がある。でここまで下がってるのを待ってると損失が拡大する可能性があるので、もしここで買ってるんだったらここ割ってきた段階でいいところでロスカットしちゃった方が安全というか安全というつか、そうですね、分かりやすいですね、目安として。逆に、これはトレンドがあるから分かりやすいんですけど、トレンドがないときはじゃあどうやって動けばいいですか？使い方としてはですね、同じですね、例えばトレンドが出にくいんだからここまで来て潰したらここは頂点になる可能性がある、高値になる可能性があるので売っていこうとか、例えばこういうふうに下がってきたときにトレンドがないんだったら、じゃあここでロングしてみる、いわゆる逆張り的な考え方なんですよね。先ほどのユーロドルのトレンドのある方は比較的順張りのスタイルになるわけですよ。なのでこういうふうなアップトレンドになってるんだったら、この下落は押し目と考えて、次に考えることはじゃあどこで買おうかなっていうことを考える。でそうするとこれがサポートになるんだったら、このサポートで買おうと、これが破られてきちゃったらじゃあここまで下がりそうだから待って今度はここで買おう、常にアップトレンドが崩れない限りはできれば売りから入るよりも買いを狙うというのがスタイルですね。で先ほどの今度ドル円トレンドレースの状態の時には比較的逆張りの指標として使えるので、触れた時に下で買う、で触れた時に上で売るとか、
という逆張りのスタイルになる。まあこれは多分移動平均線とかそういったインジケーターも同じだと思うんですけど、いわゆるトレンドが出ている時にはそちらのトレンドに乗ることだけ考える。でオシレーター系の買われすぎだとか売られすぎのインジケーター使う時は、はい、売られすぎの時には買うし、買われすぎの時には売るしみたいな逆張りのスタイルになるんですけど、使い方としてはそんな感じ。じゃあもうどんな状況でもこう POC を目安にして、そうですね、はい、使っていただく。当然 POC のラインというのは投資家にとって意識されなきゃいけないポイントですから、十分それを利用してこれからのトレードに生かしていただければよろしいかなと思ってます。今回は実践編ということでより詳しくお話を伺いました。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんも使ってみてください。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。